はい、おはようございます。釣り子 TV です。これね、衝動買いなんですけども、新しいですね、釣り竿を1本買ってきてしまいました。で、どこの竿なのかっていうとね、これね、名前書いてないんですね。多分オーダーメイドで作ったカスタムロッドなんじゃないかなっていうことで、千葉でですね、こう釣りに行った帰りに釣り具屋さんに寄ったらですね、中古コーナーに置いてあったんですよね。で、まあなんていうかな、そのメーカー名とかそういうのがないっていうことで、比較的安くで、あとは決算セールみたいなのもあって 20% オフでだいたい7000円くらいで買うことができたんですけども、これがね、とんでもなくいい竿なんですよ。で、まあ、どんな竿かっていうと、多分ですけども、グラスコンポジットの竿だと思うんですけども、そこまでベナンベナンに柔らかくない、なんですかね、まあ、クランキングロッドみたいな感じで、まあ、多分これピュアグラスってことではないんで、この持った時の軽快な感じから多分グラスコンポジットの竿だろうなっていうふうに思うんですけども、これがね、ふんだんにいい部品が作られていて、多分ですけども、千葉県のですね、オンリーワンで OSP の斉藤プロが組み上げてるカスタムロッドではないかなと思いまして、通常ね、買ったら結構高くなるし、もしくは多分釣り具、いわゆるメーカーで作ったら、この部材の使いっぷりから多分そうですね、4万とかそんぐらいしちゃう竿になるんじゃないかな。まあ、このグリップなんかも最新のグリップが使われていて、で、重くならないように全部マイクロガイド仕様なんですよね。マイクロガイドが先端まで丁寧に配置されていて、そしてその巻きのところですね、このスレッド巻くところも無駄に重くならないように、本当必要最低限の巻きで綺麗に仕上げられていて、注目するところはこれ多分トルサイトリングなんですよね、最新鋭のSIC でなくて、この薄さはもう間違いなくトルザイトだなって、フジロンの最新鋭のガイドがこんだけふんだんに使われていて、トップガイドも軽快に仕上げられていて、ですごいマイクロガイドに見えるんですけども、トルザイトリングになっているから、多分糸の抜けも結局薄いリング系なんで、なんていうかな、多分自分の大好きな14ポンドとかそこら辺の太さの糸を使っても快適にスーって投げれるんじゃないかなっていうことで買ってきてみました。多分ね、長さは他の自分の持っている釣り竿と並べたら 6.6 フィートぐらいなんですよね。 6.6 から 6.7 フィートぐらいのレングスで、でグラスコンポジットで、でマイクロガイドにすることによって、とても一日振っていても疲れないような軽く仕上げられているっていうことで、まあ、であとはね、シンプルなこの赤色っていうことで、ロゴとかも何にも入ってないんですけど、あとここにね、ちょっとルアーを引っ掛けるね、フックキーパーがついているっていうところですね。それとあとはこのコルク、今コルクってめちゃくちゃ高いんで、こんなね、目の細かいこのコルクすごい高いと思うんですよね。めちゃくちゃ今コルクって高くなってるんで、こういったのまあカスタムのオーダーメイドだからこそ、多分結構ね、潤沢な予算で組んだんじゃないかなと思うんですよね。これがね、釣り具屋さんでたまたま置いてあったから、これが7000円ぐらいで買えるからね、今年ちょっと買う予定のロッドいくつかあるんですけど、まあ追加でこれも1本買っていいかなと思ってですね、買ってきてみました。で、何に使うのかっていうと、自分の釣り竿って結構
最近買ったタトゥーラエリートも含めて7フィートが多いんですよね。エバーグリーンの昔のグラスコンポジットの竿も7フィートだし、タトゥーラエリートも7フィートだし、結構ねそういった、巻物をこうバヒューンって飛ばすための長いレングスのが多かったんですけども、ちょっと短めでこうテンポよくパスン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 ですね、オーバーハングの下だとかちょっと込み入ったストラクチャーに、投げ込むような、そういった釣りの時に身長自分低いんで7フィートだとねどうしても大振りになっちゃうんですよね。なんかちょっとピンスポットからずれるっていうか、そういったことがすごい多かったんで、軽快で1日、振り切れるようなちょっと短いレングスのグラスコンポジットの竿、ね、これを探していたのでまさにこれだなと思ってですね、思わずあの釣りの帰り道に、そのまま買ってしまいました。またねリールは何をつけるかねこれからお楽しみですけども、多分もう次ぐらいの、実際の釣りに行く時にはデッキにこの竿を並んでると思うんですけども、なんかね何でも投げれるようなアブのリールかな、そういったのを多分組み合わせて、そしてチャターとかね、あとは、中型サイズのクランクとか、あとね先端の乗りも良さそうなんでトップウォーターですね、この時期もだいぶトップも釣れるようになってきてるんで乗りの良さそうな竿なんでトップウォーターなんかもね、投げてみようかなと計画中です。で、そうですね、ここら辺までウィーンと曲がるんで、でもねハイテーパーというかバットの方は太いんで、こっちのバットの方にはなんかね結構パワーがありそうなんですよね。でここら辺の真ん中のあたりから、曲がる感じがするんで、いいですね。これね、もう釣り具屋さんでね、何分かな、2、30分ね、これをね、こねくり回して、どうしようかな、どうしようかなってね、社員員さんもね、いや、それが結構いいと思いますよってね、いう感じ。からのシーズンの次に結構使うことになるんじゃないかなというふうに考えております。ワーム竿じゃないんですけどね、なんかそのちょっと巻いて釣れそうだななんていう気分の時に、あの釣り工のやつが使ってるあの赤い竿なんだろうなって言ったら、あの今日説明している多分その竿なんで、あ、そういう竿買ったんだななんて思っていただければなと思うんですけども、まあ、ちょっと確証はないんで何とも言えないんですけども、多分間違いなくあのオンリーワンカスタムの竿じゃないかななんて思うんで、あの自分もオンリーワンカスタムの竿は3本くらい持ってるんで、なんとなくこの仕事の丁寧さから間違いねえなという感じはしておりますので、もしこういうね面白い竿を、作ってみたいなとかあったらですね、千葉県にあるあの名店のですねオンリーワンで斉藤プロとかにですね、これとこれとこれとこの長さととかね相談すると、自分だけの世界に一本の竿ができると思いますんでね、実際自分も昔ね一本ねオーダーして作ったことがあるんですけど、今でもたまに大切に使っておりますが、これはね自分ではない違う人がオーダーして完成して、なんかちょっと違うなって感じちゃったんですかね、実際作ってみたらなんかちょっと違うなって感じたのか、多分釣り具屋さんに売却してで自分が買ったと、こういう次第なんですけども、ちょっとね使い込んでみたいと思います。というわけで本日の釣り工 TV はこの真っ赤なブランクのね、巻物用グラスコンポジットの謎の竿を買ったよと、こういった動画でした。はい、釣り工 TV でした。